ブリジストンアリーナ。ブリジストンアリーナ。ブリジストームアレナは、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルにある、1996年開業の屋内アリーナ。NHL のナッシュビルプレデターズが本拠地として使用している。1996年にナッシュビルアリーナとして開業。1999年には、プレデターズを所有するゲイロードエンターテイメント社が20年。 8000万ドルの命名権を取得、ゲイロードエンターテイメントセンターとなった。2005年には、プレデターズを所有していたゲイロード社が売却され、元の名称になった。2007年には、ソメイグループが新たに命名権を取得、ソメイセンターに改称。2009年、プレデターズがソメット社との契約を破棄。2010年3月に、ブリジストンアリーナに改称された。 毎年11月にはカントリーミュージック協会賞の授賞式が同所で開催され ABC で生放送される。テネシー洪水により浸水被害を受けた。ブリジストンアリーナはデイビッドソン軍ナッシュビル市スポーツ庁が所有し、1998年から本拠地となっている NHL のナッシュビル・プレデターズの子会社であるパワーズマネージメントカンパニーが創業している。 2003年、プレデターズは NHL ドラフトを開催した。1997年、アメリカフィギュアスケート協会の全米選手権。2004年、アメリカ体操選手権の会場となった。1997年から2001年、アリーナフットボールリーグのナッシュビルキャッツの本拠地なり、2005年に復活したが2007年に解散した。また様々なコンサート。 地域イベントが行われるほか、男子バスケ及び女子バスケのサウスイースタンカンファレンス、及びオハイオバレーカンファレンのトーナメントが行われている。2014年3月から4月、NCAA 女子バスケットボールトーナメント、NCAA 女子バスケットボール選手権が行われた。2002年から2010年の2005年と2006年を除く毎年、ロデオのプロフェッショナルブルライダーズビルトフォードタフ。 シリーズを開催していた。このロディオイベントは1994年から2001年、ミュニシパルオーディトリアムで行われ、当初はバドライトカップとして知られていた。NCAA 男子バスケットボールトーナメント開催当初の10年間の、奇数年、第1、第2ラウンドの8つの開催地の一つとなっていた。 1990年代中期の古いスタイルの八角形のスコアボードだったこともあて、数年間これを開催していなかったが、2007年夏に500万ドルをかけてデジタルコントロールルーム及び新しいスコアボードを導入し、2012年に再開した。2005年にニューヨークのマディソンスクエアガーデンで開催された以外は、毎年長年グランドオールオープリーハウスで、 行われてきた CMA アワードが2006年よりこのアリーナで開催れている。2012年度 NHL 労働葬儀のため、2013年1月9日まで、プレデターズは試合を開催することができなかった。その代わりアリーナは10月20日、サザンプロフェッショナルホッケーリーグでテネー州内唯一の他のプロホッケーチームであるノックスビルアイスベアーズとそのライバルである、 アラバマ州のハンツビルハボックのプレシーズンの試合を開催した。他に、プロレスやボクシングなども開催される。収容人数は、アイスホッケーでは17,113席、バスケットボールでは19,395席、小規模のコンサートでは1万席、中規模のコンサートでは18,500席、大規模のコンサートでは2万席と状況によって変わる。他、 座席配列は場所によって異なり、南側は2本の太い柱で支えられ、中階に通常の客席がなく特等席があり、上階が他の場所より低い。このアリーナは5145席のミュージックシティ、シアターに様変わりすることができ、北側に舞台を設けて、ステージ奥や上階の座席にカーテンをかけ、ブロードウェイ作品や家族向けショーを開催する。 展示会開催の場合はが使用可能である。1994年1月20日に始まったアリーナ建設は1995年10月5日一時的な柱崩壊のため中断した。この事故により作業員1名が骨盤骨折のためバンダービルト大学病院に10日間入院した。また他の作業員も軽傷を負い治療後退院した。 ブリジストンアリーナは北米で最も開催イベントが多い会場の一つとなっている。プレデターズの試合のほか、以下の著名イベントが開催されている。1998年、ナッシュビルアリーナ時、1999年及び2000年、ゲイロードエンターテイメントセンター時、2007年、最優秀コンサート会場賞にノミネートされた。1996年、 開業当初は、ナッシュビルアリーナという名であった。ナッシュビルの建築会社のハートフリーランドロバーツ社と、共同でポピュラスが設計により、グランドオールオープリーのもともとの収録地であった、歴史的なライマン公会堂へのオマージュを込めて、ライマンと斜め向かいとなるブロードウェイと五番通りの、交差点の南西角に建てられ、1999年、プレデターズとナッシュビルを拠点とする当時プレデターズの、 共同オーナーの一部であったゲイロードエンターテイメントカンパニーとの間で20年間、8、0ドルでゲイロードエンターテイメントセンターの命名権の契約が結ばれた。2005年2月、プレデターズとすでにチームのオーナー権を売却したゲイロードは、両者の関係は終わり、ゲイロードエンターテイメントセンターという名は、新たな命名権購入者が現れる間の期間限定となることが発表された。 しかしこの結果、多くのナッシュビルの報道機関が、もともとのナッシュビルアリーナと呼ぶようになった。2006年度が始まると、プレデターズもナッシュビルアリーナと呼ぶようになった。そのため2006年度開幕からアイスリンク中央にあったゲイロードエンタテメントセンターの文は、ナッシュビルプレデターズという文字に置き換えられた。ただし、建物外側にあった。 ゲイロードエンターテインメントセンターの看板はそのまま残された。2007年3月16日、再度公式にナッシュビルアリーナとなり、ゲイロードエンターテインメントセンターの名の付くものはすべて取り外された。2007年3月18日、テネシー州フランクリンを拠点とする人材管理、給与処理、ソフト開発、コンピューター修理、保険、 リスクマネジメントを行うソメイグループが、命名権を購入し、ソメイセンターとなった。当時期限は決まっていなかった。2007年のスタンレーカップのプレイオフ中、ソメイグループは、プレデターズの共同スポンサーの一つとなった。2009年11月25日、命名権の支払いの多くが未納であるとして、プレデターズは、ソイグループに契約解除を訴え、 この命名権は2年間で終わった。この裁判の際、プレデターズは新たなスポンサーを探すつもりであると語った。ソメイグループの本部は詐欺容疑で FBI と IRS の捜査を受け、後にソメイグループは倒産し、生産した。ゲイロードと違い、ソメイグループの名は即座に全て外された。2010年2月23日までナッシュビルアリーナの名を使用し、 テネシー州を本拠地とするブリジストンアメリカが命名権を入りしてブリジストンアリーナと名付けた。2007年夏、ソメイセンターは数百万ドルをかけて売店、公共スペース、インフラを含めた多くの改修を行った。大きな変化としては2007年8月、中央に吊るされていた360万ドルのスコアボードが ANC スポーツによる新しいスコアボードに 置き換えられた。当初のアナログなスコアボードは時代に対応しておらず、製造工場のサポートも終わり、パーツの入手も困難となっていた。新しいスコアボードは、アリーナやプレレターズのスタッフからは、メガトロンと呼ばれている。またテレビ放送コントロール室が260万ドルをかけて回収された。2011年夏、NHL の新たな仕様のアイスやダッシャーボードシステムが、 アリーナに導入された。また、南側上海の売店は、ファンゾーンに作り直された。壁で仕切られ、上階の売店の一部は閉鎖された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。